昼の花火山川雅夫野球場の暗い階段を上がりきると別世界のような明るい大きなグラウンドが目の前に開けた氾濫する白いシャツの群れが目に痛いすでに観客は 内野スタンドの八部を埋めてしまっているグラウンドには真新しいユニフォームの大学の選手たちが海音をこだまするシートノックの発球を追ってキビキビと走り回っている日焼けした顔に真上からの初夏の光が当たって青年たちは野獣のように健康な感じだ補給する革具の鈍い響き 硬く鋭いバットの音、掛け声。それが若々しい声援や拍手に入り乱れて、通路を歩きながら、彼も軽い興奮に引き入れられた。うまい。ちぇ、まずいな。そんなことを、席を探しながら無意識に口にしていた。並んで座ると、すぐに女は聞いた。 これまだ練習なのうんまだ練習なの場内の興奮に感染したみたいに女が拍手をするはぜるような音だそれが続く肉の豊かな柔らかな女の手のひらを感じさせて瞳の隅でその白い火がチラチラする避けるように 彼はグラウンドを見つめたフィールドの土は湿っていてその焦げ茶色が新鮮だった昨夜の小雨のせいだろうか今歩いてきた外苑の歩道に紙くずがべったりと張り付いたまま乾いて枯れた花の色をしていたのを彼は思い出した道の両側に続く木々は皆 染まるような青葉だったそれが次々とよく茂った枝をつなげていていくつもの幹を持つ緑の暗い雲のように若い芝に影を落としていたその外苑の子たちが今外野席の向こうに能力の帯のように見えるねえ練習に手を叩いちゃへん 女は野球を知らないのだ。大きく彼は空気を吸った日にあぶられて頬が熱い「ううんたたいたっていいの」だが女は拍手をやめた汗ばんだ手のひらの音が急にやんだのにふっと引っかかって彼は「手たたいたっていいんだよ」そう促すように言った その時女は何も見ない目をしていたきっと真っ黒けになっちゃうやがて女は独り言のように言うと敏昇な手つきで白いハンカチを前髪の上に広げたその日女は濃紺の細いタフタで髪を束ねていた19歳の彼に会う時 四つ年上の彼女はいつも若く装っている。態度にもその努力が出ていた。ようやくこの頃彼はそれに無関心になった。ハンカチの笹ひりが額に淡い三角の影を作り、女は豊かな髪を持ち上げるように両手を首の後ろに回した。少し上目遣いに彼を眺め、 その唇が笑った。女の顔の上に斜めに人々の肩がそびえどの顔も申し合わせたような明るい表情でグラウンドの玉の行方を追い瞳が輝いているさらにその上人々の顔で埋まった観客席の斜面を照りつけて青空があった。 太陽はその中央近くにある。誘われたように女も空を見上げる。口紅が青空に映えて印刷したような鮮やかな色になった。見ながら突然彼はその女の顎から喉に続く線を美しいと強く感じた。稲妻のように その光が記憶の中の女の像に触れた。ともすれば、それを日韓的な衝撃と思いやすいのを、記憶に本刻して現実を味わう、いつもの性癖のためと思った。去年の夏、二人は両国の川開きに行った。初めて二人きりで約束をした日だった。 女はまだ女子大の四年にいた数十万の人出だと言われたこの日二人が雑踏を抜け浅草橋のあるビルの屋上に出た時ちょうどそれを合図のように乱菊が打ち上がった空はまだ暮れきってはいず昼の色を拭い残した静かな夕空は 目に見えぬ無数のさざ波の動く広い川のように見えた。でもそこには思いがけぬほどの風が吹いているのか。花のしぼむように乱菊の消えた平凡な黄昏の空の中に、煙は流れに落ちた一滴の薄墨のように見えぬ手に急速にはかれにじまされて、たちまち あと方なく溶けていった。花火って無意味ね。女は声を立てて笑った。まるで人間の夢だとか野心だとか希望とかお祈りとかの構造をそのまま描いて見せてくれているような気がする。そのビルの下からは夏の夕暮れの生暖かい風が 洗濯物の水周期を絶えず吹き上げてきていた「でもきれいだ」と彼は言った地方での彼には東京の花火を見るのはそれが最初だった結局乱比の美しさね答えながら女は仰向けた顔を動かさなかった ハンカチで気ぜわしく方を仰いでいた。花火って、なんだか、本当に花火みたいなものね。そうは思わなくて。女は赤いベレをかぶっていた。白いハンカチの動きは、どこかガの羽ばたきに似ていた。そして、その鍵にちらちらと覗く、 女のあらわな喉の線は、仰向けた首を支え、なぜかいつまでもおかしそうにひくひくと動いていた。その線の優しい起伏を彼は美しいと感じた。健康な伸びやかな線だと思った。良い母になれる人だ。そう思った。 小暗くなっていく屋上で彼はその柔らかな線の動きを何べんも盗み見ていたそれは肉欲とは無縁な誘惑と思えたむしろ見ることのために常に彼女との距離を忘れてはいけないという心の中の聖堂のようなものだけが彼の意識にあったでも 川開きのなかった夏は、今思うと、やっぱりとても寂しかったっていう気がするのよ。あ、あれ、目出し柳っていうの、ご存知長寿菊、銀蘭、花園。花火は次々と夜を彩り、女はまるで姉のように、彼に花火の種類や納屋、 それぞれの特徴やを教えた。それに女の成長した環境を感じ取りながら、だが、その区別を覚えるのに彼はあまり身を入れてはいなかった。彼はただ、果樹の苗に刺された腹木のような、女の優しい線の美しさに結びつけられている、そんな棒立ちの気持ちだけを反数していた。 どこか,かたくなに背をそらした姿勢の甘く快い満足があった緑色の花が色とりどりの無数の光の増加がそんな彼の目に咲き夜空をにぎわせては滑り落ちたもういくつか瞬く星も明るく数えきれなかった 花車が次々と競い合うように夜の深みへとはせ上がって人々の歓声がひときわ高くなったふと彼が聞き慣れぬ発音の歓声に振り返るとビルの屋上の出入り口の近くで大柄な外国夫人に手を引かれた金髪のまだ幼い少女が絶え間なく夜空に咲くさまざまな色の花車に手を振って 何か大声に叫んでいた幼い青白い腕と足がひどく長い白い服の目の青いまるでおにぎおのような少女だった銀髪に赤い方の年老いた連れの婦人が気難しげにそれを押しとどめているだが桃色のリボンを結んだその少女は 花火の打ち上げられるごとに頬を輝かせ、つながれた子犬のように跳ね回って手を振り、狂人のように高く歓喜するのだ。彼はその時こんなことを思った。幾年か後、アメリカかどこか異国の都市に住まいながら、成人したこの少女は問われるままにきっとこう答えるだろう。 花火日本の花火なら、私、六つの時、東京で見ましたわ。ええ、よく覚えています。それはとても素晴らしかったわ。突然拍手が湧き起こって、群衆の歓声が巨大な波の音のように耳になった。観客たちのどゆめきがスタンド中に波紋のように広がり、大きくなる。 フィールドには誰もいない。シートノックは終わったのだ。始まったのいや、練習が終わったの。まだ始まらないのうん、サイレンが鳴らなきゃ始まらない。今日を削がれたように女は黙った。二人は沈黙して、グラウンドの焦げ茶を蘇らせて引かれていく。 開発のラインに見入っていた奇妙に静かな緊張が感じられたそのせいか女は小さな声で言ったあなたの学校の試合この次ですってそう今日は2試合だから納得した風うにうなずき一言女は言った待つのってくたびれるわ 彼は笑った。もうすぐだよ。女は繰り返した。つぶやくというのでもなかった。辛いは待つのって。何がさ、私、この秋に結婚するの。試合が済んでから言うつもりだったけれど。でも、 それがどうしたっての彼は笑っていた。女は再び黙った。二人はグラウンド中にどよもす他校の校歌の斉唱のうちに二個の人形のようにじっとしていた。彼には意外だった。女の結婚の話も。それを告げられた瞬間、 急激に生き生きとしてきたこの女といることの幸福感もこの一年間彼は花火の夕べにとった姿勢のまま女と付き合ってきていた強いて自分を抑えたのでもその逆でもなかったのだがなぜか手一つ握ろうという気にならなかった 二人の距離はいつも同じだっただが彼はようやくその満足にあいてきていたしかし今女の示したその起源は急に彼を得体の知れぬ幸福にほてるような気持ちにした女と一緒にいることの幸福を彼はかつてこんなに深く 確かなものとして感じたことはなかった奇妙な安らぎと充実とが彼に来ていた起源の意識が慣れて見失いかけていた女の存在をよみがえらせたのだろうかそれともこれは狡猾な解放の喜びなのだろうかお祝いあげてもいいの 女の耳の後ろをくくっている木目の浮いた紺のタフタを目でたどりながら彼は言った答えはない微笑を作りつけたまま凝固したような女の方はおしろいが浮いて一瞬ひどく醜かった「醜い」しかしかつてこれほど親身に 女の肌を感じた記憶はない。彼女への愛を素直に信じられた記憶もない。だが彼には、このまま深入りも仲たがいもせず、秋の別離を迎えるだろう。そういう自分たちがわかっていた。そのようにして僕は、この女への愛を、この女との季節を完成させることしかできぬのだろう。 女はきっと良い妻になるだろう。良い母になるだろう。でもそれは僕の幸福と同じではないか。手一つ握らず、唇一つ重ねず、身を離したまま彼女と一緒に時を過ごしている幸福。僕は彼女の中でそんな一つの季節を生き、そして僕の愛は 二人の距離を蹂躙し破壊するそれとは性質が異なるのだから彼はそう思ったこれは頓ンだろうか彼は女の横顔を強く見つめたおめでとう低く彼は言ったグラウンドに止まっていた女の瞳が動いた それが彼に帰ったとき、女はもう普段の表情で笑っていた。今度、いつ帰省なさるの夏休みになったらすぐ。そう。じゃ、川開きにはもう行けないわね。女は前髪に乗せたハンカチを下ろし、二つに折る。白い指先が丹念に 幾度も折り直しながらハンカチを小さく畳んでゆく。彼はふと地細にそれを眺めていた。今年もあるでしょうね。花火大会。ぼんやりと彼は女の声を聞いた。金髪の少女のことを思った。確かに花火はあの金髪の少女の記憶に残ったろう。 だが、あの大正時代にできたという老朽のビルの屋上、そこに行く道と雑踏、貧しげな匂いを吹き上げてきた風、紐線の敷かれていた庭か作りの涼み台は、そして浴衣掛けの手に内輪を持った日本人の男女たちは、果たして少女の記憶に残ったことだろうか。いや、 残るることはあるまいましてその夜少女の周囲にひしめいていた日本人たちの視線を覚えているはずはあるまいもとよりその群衆に混じって勝手な想像を巡らせた一人の青年の存在などそれと知ろうはずもないのだそしてもしかしたら少女にとり東京とはいや日本とは 一夜の花火の記憶だけかもしれない花火だけがそこで過ごした一つの季節の記憶でありただ一つのそのイメージであるのかもしれない成人した少女は言うだろうえ花火日本の花火なら私六つの時東京で見ましたわええよく覚えています それはとても素晴らしかったわ。でも、その時のことはもう覚えてはいません。他のことはもう全部忘れました。東京についても日本についても覚えているのは花火だけです。夜の空にいつまでもいつまでも咲き続けた綺麗だった花火のことだけ。 それはとても素晴らしかったわ。とても、とても素晴らしかったわ。彼は思った。しかし僕自身、後日、この女と過ごした季節を振り返って、そこに花火の夜をしか思い出せないのではないだろうか。いや、僕の彼女への愛、僕が彼女に見ていたもの、それこそが、 一つの花火ではないのか。年上のこの女との一年、僕は実は空中楼閣のような美しいあまたの、しかしただ一つの花火だけを眺め続けてきたのではなかったのか。今さっき信じた一つの愛、それも地上を離れた虚空の中でのみ花を開く 美化された一つの空飛ただ初夏の夜空にのみ存在する儚い架空の頭なに過ぎないのではないのか城内のざばめきがその時一段と高くなった拍手口笛共感湧き起こる盛んな声援のうちに選手たちがさっそうとダッグアウトから飛び出す 向かい合って整列して例を終える。フレイボール。色めき立つ観客の海のような底深い喧騒にかぶさり、またしても校歌の合唱が始まる。試合開始のサイレンと一緒に。さあ、試合が始まったよ、お待ちかねの。わざと威勢のいい口調で彼は言った。みんな元気ね。 間の抜けたことを言う。彼は思った。グラウンドに白い線が飛び交っている。その速い白球の線で結び合って声をかけ激動し合う若々しいナインを。だが彼は強烈な光のように感じていた。目を細め肩をしかめるようにしてそれを見ていた。青年の その健やかな若さが急にまぶしかった。全身での運動に彼は乾いていた。絶好の野球日和か。ごまかすように言って、みんな元気ね。と、女の言葉を口の中で真似した。ねえ。その時女がささやくように言った。 あなた、なぜもっと私に甘えてみなかったの肩が触っていた。丸いその肩に釣られたスリップの細い紐が白い絹ブラウスに透けて見える。聖火だ。感じて彼は目をそらした。香水と汗の匂いとが混ざり合って、 女の大衆が生々しく彼を包んでくる。が、反射的にそれから身を離そうとする自分が、今はひどく行きどろしいのだ。背を反らした姿勢の、あの子供っぽい快さを、僕はいつまでも五所を大切に抱え込んでいくつもりだろう。課金その時、白球が三遊間を抜いた。 ヒットだ。打者は一塁を回り、帽子を飛ばして二塁へと突進する。レフトが塀際から返球する。観客は総立ちの熱狂ぶりだ。その底に、石のように取り残され、彼はうずくように、硬い一個の自分だけを感じていた。彼は、泳ぐような気持ちになった。 ひしめき合う人混みの混雑の間を、がむしゃらに滅法にかき分け、突き進んでいるみたいな、行方も不明な、ただ人知れず自分を主張したい。そんな孤独な感情の動きだった。打者は二塁にいる。女が拍手している。よせよ、ヒット打ったのは一塁側の選手なんだよ。いけないの 違うのいけなかないけど、見てごらん、こっちは三塁側だろ誰も手を叩いてないだろあら、ほんと。笑いあって、だが、多分、今日がこの女と見る花火の最後かもしれない、と彼は思った。今に、目前のこの現実の細かな部分や出来事などは、 すっかり忘れ果てて、僕はきっと、すべてのこの季節の記憶を、一つの花火のそれとして眺めるのだ。でも、僕の花火には、漆黒の夜の歌唱はない。青春のその歌唱は、昼の光に満ちた青空が、それのはずではないか。硬い板の座席に、 腰が痛んでいた座り直しながら彼は頭上の広々とした青空を仰いだ光をたたえた巨大な泉に似た青空鋭い雷声を合図に白い雲一つないその天空に打ち上げられ細かな白金の矢をきらめかせ茶褐色の煙を漂わせて透明な 果てしない大空の滴るような根性の中に溶け、音もなく消えてゆく花火。昼の花火。今現に見ているのも野球ではない。女との、そして自分だけの真昼のその花火なのにすぎない。女がまた拍手を始めた。 野球に慣れてきたのだろうか。放心したようなその目が、じっと前を見つめている。どこ見てるの軽く言った。森、森を見てるの。すぐ答えた。はっと彼はわかるような気がした。女の瞳には、それまでは焦点がなかったのだ。今。 もしかすると二人は同じものを見ていたのかもしれない女は拍手をやめなかったそれは嫌に間延びした拍手だった女に倣って遥かな森の青葉に彼も拍手を始めていた遠く森の柔らかく膨らんだはず絵が 波を打つように動いていてる風が渡るようだ緑の枝をつなげていた外苑の木立のざわめいて若葉がキラキラとあふれるように一面に光る様を彼は目に浮かべた若い夏のみずみずしい新緑の光だけを彼は見つめていた 競い合うように二人はいつまでもゆっくりと拍手を続けていた「女がやめるまで続けるのだ」そう彼は思っていたお相手は久保田仁でした。